一瞬ツイッター見てきたよね、今。さんやっほー、こんばんは。しぶりまさんもやっほー、あら、やっほー。ちょっとゆずきさんこんばんは、やっほー。いやー、ちょっとみんなのね、コラ顔を見て私はちょっと笑って一笑いして戻ってきたわけですがツイッター行ってニャコニャコしましたね。みんなフリース使ってくれてありがとう。ワンちゃんもおはよう、やっほー。個人ルームでーす。シグネバルーム、あららら、見るんかった。あれ、でも最初、さっき最初おったけど、あ、でもあれ一回切った見解ね、ちょっとなんか音聞こえんかったみたいでさ、一回切ってやり直したよね。なお仕事で、あー、施設ピエン施設か、大丈夫かい、お疲れ様、やっほー。やばい、お腹すいた、今日ご飯食べてない、夜ご飯。え、てかうち全然今日何も食べてなくない、今日朝からうち何食べたっちゃろ、なんか食べた、でも え、うちなんか今日あんまご飯食べてないかも、バームクーヘンしか食べてないかもしれないなあ、よく考えた、ちょっと美味しいバームクーヘンを買っちゃって、それしか食べてないかもしれん。え、でもなんか食べた気がする、でも朝起きてバームクーヘン食べて帰ってきてバームクーヘン食べたけど、え、マジでバームクーヘンしか食べてないかも今日。あれ、そんな食べてないっけ、びっくりした、奇遇ですね、自分の中は奇遇だそれは。お腹すいた、今日ね夜ご飯迷っとる。え、でもね、明太子そろそろちょっと消費せない関係、昨日もね明太バターご飯食べたいけど、今日も明太バターご飯したいなって思っとる。え、最近マジでハマっとる。え、でも1ヶ月くらい前じゃない、でももう12時間配信したの8月21とか2とか3とか4とか5ぐらいよね。いつやったっけあれ。え、そっからもう1ヶ月ぐらいらしい。でもそっからもうずっと明太子食べとる、うち明太バターご飯にはまりすぎてね、切れてるバターをてね買ったんやけど、もう2個目消費しそう。でも高いんや切れとるバター、でも切れとるバターが一番美味しいって感じ。でもパンに塗るのはね、バターも美味しいけど、パンに塗るのはじゃないの、じゃがバターするのはね、マーガリンの方が好きな気がする、バターなのに。なんかマーガリンの方が味付けがなんかしっかり美味しくされとる、人工的なものやからこそ逆にっていう。急に食べ物語り始める食べ物大好きマンですが、お腹すいたね、お腹がすきました。てりちゃんこんばんは、やっほー、おかえり。お腹がすきました。10月20日、おお早い、10月に、しかも撮ってたって、今撮ったとかじゃなくて実は撮ってたみたいな言い方よ。10月20日にどっか行けなんか出とったね、どこだっけ。もう10月のライブ情報はマジ頭に入ってない。
すみちゃん、にゃおちゃん、やっほーすみちゃん、すみちゅわん。あ、宮野剛さん、ありがとう。油そば、え、うちさ、油そばっていまだに、え、なんか食べたことあるけど、カップ麺みたいなので、多分あ、油そばの定義あんま分かってない。何が作ると美味しそうだけど、そうそう、え、マジで明太バターご飯はマジ美味しい。今、あ、なるほどね、今撮ったってことか。あ、そういうことか、今撮っとったってことか。納得。クソコラ作った。ちょ、後で楽しみにしとくわ、ツイッター見に行くの。え、みんななんかね、いろんなコラ画像作ってくれるの見て、うちは楽しんでます、ありがとう。マジでありがとう。ちゃんと振り外してね、あれしたんで、あげたんで。まあでも一応ね、うちの名前とね、ツイッターだけ入れといた。ちいちゃくね、すごくちいちゃく。かいてくん、こんばんは、やっほー。ラプタイムさん、こんばんは。油そば、ラーメンの、まあでも、え、油そばってさ、ラーメンっていうくくりなん？それは驚き。よく再びヤッホー、再び。でもなんか割と最初の方からおる気するけど、なんかね、あれコメント来んな、でもアバターおるなってちょっと実はずっと思っとったりした。クソコラ大好きまだ。ちょ、なんか今日のはね、なんかもう気づいたら素材作っとったよね。え、なんかこれめっちゃ背景透過したくねって思って。ここ切り抜きたくねって思ってん、今日の自分の画像見て。なんかふと思ってやっちゃったよね。なんかちゃんと一応ね、ちょっと下手やったけど、結局フォトショー使ったのに下手やったけど、一応フォトショー使って細かく頑張ってみたけど、ちょっと下手だったみたい。よく見たらもうちょっとあーっていう反省点はあったけど、ガチガチやん。知るな知るな、そうなんや、そばかと思っとった。みたいに自分の作った食材のメモの、嬉しい、作りがいがあるぜ、もあるぜやろうね、とうまは。やっぱあるぜやった。ルーム入ってあおちゃんが可愛くてニヤ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 、最近マジで結構ニヤニヤする、自分も最近めっちゃニヤニヤするよな。いろいろ考えるけれど、でも難しいよな。考えはするけど、なんか考えすぎるのもなって思いつつ、今は割と平然、平然元気です。ちゃんとフォトショー使ったんよね。いや、うち YouTube のサムネとかはさ、フォトショー使っとるけんさ、なんか10日とかするんやったらマジでフォトショーの方が本当にやりやすいなって思うけん、携帯とかのより。携帯のちょっと指でタップすると細かいとこができんのよって思って、せまね、ゼネ、うん、ゼネか。山田さんのお宅にはギャレナさんに久々に会えましたっていうのを、お久しぶりですって3回ぐらい言った気がする。マジで3回ぐらい言った気がする。そう、でもね、レナさんはね、今日21やったやん、22じゃん、で行こう、23のライブやるじゃん、24からもレナさんは遠征なんよ、またすぐ行くけどねって言って、寂しいですって言ったらね、レナさんがね、泣きついてくれたの、ニコニコした。自慢しただけた、嬉しかった、私は今日それが。とても嬉しかったのです。まあでも今週は多分いつ届くか分からんけど、もしかしたらちょっと遠征終わったとかもやけど、届くのは。まあレナさんの落書き署名を頼んだけん、まあいつか届くっていうのを待つっていう期間やけん、ニコニコしてます。
さっきメルさんの配信にちらっと言ったらさ、そう違ったことをバレたんやけどさ、バレたっていうのあれやけどあのそう、そしたらメルさんが今日ね楽屋でレナさんが葵ちゃんへの落書き写メ何書こうか迷っとったよって言ってくれてニコニコしましたっていう話です。愛ちゃんエンディング MC にして、そうそうだよ、エンディング MC にあの今まで一回も出とらんかったでしれって MC 並ぶ人やった今日ちょっとみんながね、えおるやんみたいな顔されてちょっとヤッホーってイライラったけどヤッホーってなりましたそうエンディング MC にしれっといる人でした。で昨日夜中の配信にいて今日おった人はもしかしたらおるかもなっていうのはね実は知っとったと思う。多分昨日の配信でマジで朝方 4時とかそんぐらいの配信で今日笹さんがマイク表やったんやけどエンディング MC 間に合うっていうのをちょうど配信したんだけど、もう LINE とかで聞くより多分早いと思ったんやろうけど、まあそりゃ配信した時 LINE 返せしね、おるって言われて、いるかもですって言ったら、じゃあって言っとったけん、そう実はエンディング MC にしれっと、そうエンディング MC に出るために爆速で行ったってのもあるけど、意外と余裕があった。まああの顔面とかももう髪とかも全部作っとったけん、これもつけとったしね、だからもうついて着替えるだけにしとったけんさ、意外と余裕があった。遠征もあってあおちゃんのやつけよ27 27おるん。でもここか、遠征後すぐか。ちょお願いやけんそこまで北海道弁ちょっと持っといてね、よろしく。遠征の時の落書き調べたのに初めて見られちゃった。マジでちょっとその時、あでもその時の反応私は覚えとるからいいんですハハ今日はレナさんの配信も見た。じゃあこりゃそう昨日ね笹さんが配信にいらっしゃったのです、いらっしゃったのです。びっくりした。うちもおかえさんニコニコね、笹さんも優しくてそこまで気が回ってくれるの本当にすごいなって思った。確かにマイク表作る時はあれやけれどもすごい。たまた大阪メニューそれはエセないよ、それはやめてほしい、その上書きはやめとこう。やだー、やだ、ゆっくんは関西じゃない、絶対北海道、絶対雰囲気が北海道はめっちゃ似合っとると思う、マジでいいと思う。だけは北海道を話してほしい、よろしくね猫ちゃんそう。ちなみにこっち側にもね昨日まで猫ちゃんってか、さっきまで猫ちゃんおったんやけど、ここに貼っとったやつを剥がした時にまさかのちょっと壊れました。口が悪いように聞こえるっけん使いたくない。え聞こえるんかな、そんなことなさそうやけどな、なんなら博多弁の方が口悪く聞こえそうマジでって思う。めっちゃ早口やしね多分博多弁の方言の方が。割とでもなんかさ北海道の方言って割とゆったり喋るイメージあるんやけど、それに今っぽい、それがいいんよ、それがいいんよ。もうまず出し入れるあー今何も言わんかった、今びっくりした、もう俺まぶたとまぶたと下まぶたが言い始めたけど、おやすみ、寝落ちするね、寝落ちしてね、おやすみ。
こんばんざい。これ誰だ。山本拓海さん。こんばんざい。ラビタおはよう。やっほー。ポニーテールやったね今日ポニーテール。そう、違うよね。なんかポップ衣装で今日はマジで髪型迷ったっちけど、なんかポップ衣装って割となんかポニーテール合う気がして、なんかハーフアップもちょっと迷ったけど、なんかさ襟が結構ここまであるけんしっかり立っとるけん、なんかハーフアップ違う気がして、なんかアップめな髪型、それか、まあ、まとめはワンチャンかなっても思ったけど、なんかアップな髪型の方がねポップ衣装に合う気がして、結局ポニーテールになっちゃったけど、なっちゃったってなんか不本意みたいな言い方やけど、まあ、ポニーテール正直でも自分の髪型的に自分で一番気に入ってるのはポニーテールが一番好き。トモさんやっほー。なんだこの漢字は、一文字目が分かんない。なんとかも、あいさん、おにゃって、はじめまして、来てくれてありがとうございます。バンダイジャパン福岡県の伝道師、七瀬葵です。よろしくね。そして、270、何日やった ?4 か5、4か 5? 昨日4って言った気もする。みそびれた。やったね。ポニーテも好きやったね。ツインテールはまだ、ちょ、ツインテールに踏み切れんのよね、自分で。似合うか。ここのツインテールならまだいけるよね、多分。ギリギリ。いける。ここならいける。どっちかっていうと、お下げよりな。ハーフツインとかはちょっと、難しかった。一回やろうとしてみたけどね、なんか、あまりにも似合ってなくて、どうしよう問題が起きた。23日2本ライブがあるよ、横浜と品川で。朝早いけどね、ちょっとだけ。11時20分からと15時半からです。ぜひ。2本の間違い分かったよ。みんながテープが貼ってある。まだ、まあ、なんかすいた、どうしよう。今日何食べよう、何食べようって言って、夜ご飯でも今食べるけどね、うちこの後告知まとめたいんよなって思いつつ、ちょっとね、昨日結局部屋の片付けもしたけど、部屋がねまだ片付いてない実は。でも大量の洗濯物を今日畳んだ、マジで大量の洗濯物をして、大量の洗濯物を畳んだ。でもまだ洗濯物回す余地がある。やば、そろそろ終わりそう。あ、でもこれ終わって洗濯物もう一回回したら、あと衣装全部洗って終わりかな。もうそうなんや、もう夜食の時間なんよね。でも明日はちょっと配信、あ、そう、明日は夜はフリージャーで配信があるんやけど、その前にも配信したいけん、このあと私はどうしようかね。洗濯機回して告知まとめて、気持ち部屋を片付けて寝る。その前にいつかのタイミングでご飯食べたいんよ。でも意外とすることいっぱいあるってことは、今食べてもまだセーフじゃない。配信終わった後軽く明太バターご飯食べるぐらいならセーフって言ってほしい、誰にか知らんけど。今日だってバームクーヘンしか食べてないよ多分ね。え、本当にってなるけど、でも多分本当に、あとちょっといただいたお菓子だけ、ルマンド2本。カロリー高めかもしれない。明太バターご飯が食べたい。でもでもちょっと最近ダイエットしたいって思いつつ、ダイエット、最近ダイエットマジめっちゃなんか下手でき、なんかマジ下手、カロリー高いもんしか食べてないし、いい感じ。でも結局多分ダイエット、どうしたらいいんだろうね、ダイエットするの。でも炭水化物抜いたがいいっても言うけど、
だとしたらお金がかかっちゃうんよいやマジで。野菜とかお肉とかをさ毎日さ食べとったらさ、すごいいっぱい野菜とかお肉買わないかんくならんってなって、足りないよって思って。え、多分ね胸肉をサラダチキンにして家で作るのが一番いいんかもしれんけど、非常階段でこれ画像作ろうとしたら元でかかったちょっとそう野菜とっとかないかんけど、野菜ジュースに頼りがちマジで。野菜一日これ一本大好きです。野菜一日これ一本がいいです、野菜ジュースは。あいちゃんだよヤホー。ささみもある。確かに胸肉ってさちゃんと頑張らなさ美味しくならんじゃん。サラダチキンとかも結構しっかりちゃんとするの美味しくならんけんさ、その手間がめんどくさくてやっぱもも肉食べたくなっちゃうんよってなって毎回もも肉買っちゃうけど、今日てか今家にあるもも肉はね切られたセールのやったけん安かったけん、いつもより 100g ね10円かな20円かな安かった。天才っつって、天才っつって、もも肉の 100g の値段だけはうちはもう覚えとるちゃんと、一番買うもんたかさんやっほーこまだい。野菜で野菜生活はなんか地味に残っとるジュース感が本当に無理。うちは本当に無理とかやったらマジごめんって感じやけど、好きって言うよ人に対してうちは苦手。なんか微妙にさなんかジュース感美味しそうな感じを残そうとするじゃん、そのなんか微妙な感じがすごいね。うちはねあんま好きじゃなかった。いや別にね飲もうと思えば飲みやすいのはマジでわかる。野菜生活一時期飲んどったけど、やっぱ野菜一日これ一本ぐらいもうドロドロと野菜ですぐらいの方が好き。うちは野菜ジュースって言われたら野菜ジュース甘いんよ地味に地味に物にもよるけど結構味違うしね。もう野菜一日これ一本は嫌いな人の方が多そうでは思う。正直うちも最初まずって思ったもんでも今普通に美味しく飲める。一人暮らしでお肉は細切れしか食べない。最近鶏肉え、もううち鶏肉が一番食べる。野菜はねちょっと送られてもちょっと多分腐らす自信がある。野菜すぐ腐るけんさ、ちょ腐らしそうで買えんってのもあるんよね。やべえ消費しなきゃってなるやん、まあ、これからの季節鍋にすればなんとかなるけど、だからじゃがいもとか買いがち、玉ねぎとか割となんかあんま引いたってもワンチャン使えんじゃねっていう野菜たち。それこそもやしはマジで早いけんその日使うって時しか買えんし、でもその日使いたい時にあんま売ってないよね近所のスーパー。もやしあとまとめ買いするけんさ、うちむずい。しっかり今日はピザにポテトにコーラだな、ね、病院とは。それはねあのねその体調でする食事じゃない。お願いだからお粥食べてほしい。うちね体調崩したら絶対に卵がゆ食べたい。卵がゆ作る頑張って自分で。ご飯たい冷凍されたご飯がなかったら死ぬけど、そういう時はうちね一人暮らしして決めとることがあって、ガチで熱出してしんどい時はコンビニのウーバーイーツをその時だけ使っていいっていう謎のルール決めとるけん、コンビニのウーバーイーツする。野菜のパックとかアクエリアスとかを買う。コンビニウーバーイーツで野菜一日これ一本過去トマトジュースイロハスのトマト味の方が、あイロハスのトマト味飲んだことある。あれやばいよね、びっくりした。ゲロマス、ゲロマスつけちゃいけんけどマジやばい。あれはね本当にやばい、あれはマジでやばかった。え、なんかさ話題になったよね確か一時期、マジ味やばいっていう。そして待って、こんばんざい。リバニサシさんかな。こんばんざい、はじめまして。バンザイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵です、よろしくね。
そう、もやし味早いよね。でももやし美味しいし安いけど、あれは毎日スーパー行くか、せめて2日に1回スーパー行く頻度じゃないと食べれん。多分節約には一番いいんだろうけれども、足が早すぎてそんな頻度でスーパー行けんけんさ、正直なんかね、スーパー閉まるの早いんよねスーパー閉まるの早いけんさ、なんか近くのスーパーが閉まるの早いけん、ちょっと遠く行けば多分スーパー開いとっちゃうけど、わざわざさ夜遅く帰ってきてちょっと遠くのスーパー行く気にもなれんじゃん。で、ね、近くのスーパーマジでライブある日基本的に行けんと思う。やからなんかまとめ買いするけん肉冷凍して置いとるのが多いかも。お腹すいた。でもこないださ、マジ一人暮らしして魚あんま食べんくなったけど、久々にめちゃめちゃ美味しそうな切り身見つけてさ食べたけど、マジ美味しかった。魚もカット野菜しか買わん。カット野菜なんかあんま使い道がなんか限られとって、うちサラダであんま食べんけんさ、てかほとんど食べんてか全く食べん。コンビニでサラダ買って食べることはあるけど、家でサラダとして食べんけん、やけんドレッシングないっちゃんね家に。だからカット野菜マジで買わんちゃうね。マジで物しか買わんけん、すぐ腐らしそうになるけん、やべやべっつってキャベツとか。キャベツはまだマシか。何がやばいかな、あピーマンが危うい。忘れちゃうピーマンの存在を。ピーマンちょいちょい食べたくなるんよな、あれなんだろうね。もやしも食べたいけど箸早すぎて無理。マニアが作った卵がゆ、卵がゆ天才よ。うちおかゆ、そう卵がゆが天才なんよ。おかゆはいろはさんの友達に飲んだことあるんだ。あれもほんとにすごい。あれはもう逆にすごいまである。あれを作ろうと思ったことがすごいわあ、ラブダイムさんおやすみ、明日会食頑張って。ブリの切り身出た、絶対言うと思った。すみちゃん好きやな、ブリの、そうブリの切り身。魚ね定期的に食べたくなる。なんか刺身的なのは食べとったりしとったけど、それこそ海鮮丼とか焼き魚久々に食べて美味しかった。冷蔵庫に実家から届いた鮭が溜まってて、いいな、北海道から届いた鮭は絶対美味しい。ピーマン忘れちゃう、ピーマン忘れちゃったごめんて、ちょうどピーマンおるやんやっほー。カット野菜で鍋にしたい焼きそば。カット野菜鍋にするんか。やけん一人暮らし用の鍋とかやとカット野菜入れたりするってことか。2時半、変な声出た。2時半、へえびっくり。訓練場に2時間後めちゃめちゃこもるんよ訓練場。それは忘れちゃうかもしらん無理の無理だから何も恥ずかしい感じで書いた。何も恥ずかしいことはないよ。切り身の後にちゃんとびっくり W ついとるんよな。でもお腹すいたなマジで。でも今鶏肉あるけど、豚肉もあるな冷凍して。すぐ肉冷凍しとるち。昨日は4時でびっくりしてたから、そうまだいける、まだいけるけど、でも今日はねちょっとお腹すいとるけんあんま長くせんかも。友達に英語鍛えて、ワンバイワンしとったん。お友達と上手い人とさ訓練場ワンバイワンとかするとマジでなんか特訓されとう感ある。あんまそういう一緒にできる上手い人とかおもらんけど、エイペックスもなんかラグまあまあ治ったらしいけんやりたいんよなーって思いつつ明日します。ちょっとお腹すいたな今日も。ちょっとお腹すいた、頭抱える。もうハラケットピスパーのせいで変なイメージついちゃったけど、ブリって2文字に詰めそうだよね、みんなでなんか流行らせちゃった。さっきそれさ誰だったっけ、すみちゃんおったっけ、さっきなんかメルさんのルームでもその話しとったよね。メルさんがそれは誰が流行らせたのっつって、誰かがハラケンじゃねって言って、そうなんだってメルさんがやっとったのをちらちらっと聞いた。ラグマジ
なんかさ、でもバナナ暮らしはなんかバナナやれば治るかもしれないみたい。でも実際暮らしは治ってないみたいやけど。でもラグは治ってほしいな。うちもめっちゃラグかったしな。あれこれ東京サーバーだよねみたいな。ラグさしとるけんさ、しんどいよね。またこの悪いけそうなやな。俺ね、あれスミちゃんのあれ誰やったやろな。誰やったっけな、会話しとった人。やっぱクス君行く、急ぎながらマージャンやる。そう、ボツイートマージャンやった。マージャン今ログボだけもらっとマージャンちょっと最近ちょっとやる気ある。メール配信仕事疲れて5センチも連休欲しいっつってそれもそれでやばいんよコメントがのりちさんこんばんざい。バンザイジャパン福岡県の出だし七瀬葵です。よろしくね、はじめまして。よろしくね。よかったらルームのフォローよろしくお願いします。ラグないし、あやっぱ減りはしたんかな。なんか結構さ、配信者のやつとか見とっても割とラグ減ったっぽい感じはするよね。マジでラグがあったもん。シンプルにあんにゃんとマジャンスは、わどうしよう。まあでもマージャンはありかもな。ちょっと確認許可を取らなきゃいけないな。まあ、でもマージャンはマジでありな気はする。実際フレンドってかアカウントの ID とかもバレとるけん、フレンド申請とかみんな送んないでねーっつって同じくマージャンしたいね。マージャンは割とね分かる人も多いしね。私 M 機械鍛えるの救急バレるらしいが一番で、ひたすら救急、ああ救急バレるなしはマジリコイルマジでやればやるだけなんか良くなるって聞く気がする。リコイルむずい。救急一時期それやっとったかも。救急練習バレるなし練習マジね1年ぐらい前ケインクで見たよね。ツイッター上げとったやろその動画めっちゃ笑っちゃった見た思い出せやし、マージャン、ちなみにうちもめちゃめちゃマージャン弱いです実際マージャンの前でうちもね言うてあんま分かってない。今日最近ねちょっとずつやるだからけど、あの役満しか知らんそれ以外はねちょっと分かんないよねって思いつつ思いつつって人です。お腹がすいた。ちょっとあとちょっとしたら一生もらおうかなごめんちょっとお腹の減りに耐えられんかった。うちマジお腹すいた本当にペコペコ。何食べよう今日。でも多分明太バターご飯な気がするな。お腹すいたし100万芝にマージャンやばいね。全然誰も上がれなそう。マージャンもしたいね。やっぱ最初役満覚えるよね。それ以外難しいもん。組み合わせもあるしね。なんかさ、この役とこの役とこの役とこの役の組み合わせとかで上がったりするじゃん麻雀って。それを考えられるのがすごい。意味わからんもん近距離強い。おー今まで長物持っとったけど近距離を光栄が光栄やったって言ったのにすごい。もう全距離対応になんじゃん一応役は人とり。すごい。あとあれさ中国語って言うんかね。中国語はね多分読み方とか。それも難しいよね。あのさ麻雀の解説とか見ても全部それで解説しようけんさもう何やっとんってなる。どんじゃらしどんじゃらわかんもわかんない。8000あれ見た。めっちゃ笑った それ脱ぎよる意味がマジ分かった。マ
んで買っていこうとしたらピーさんにお前で怒られてえでもねうちね麻雀ね最初の方友達に教えてもらったりしたけど、最初の方はとりあえずポンはするなってやる、ポンっていうかポンチ、んポンチーカン、んなんか順番違う気もするけど忘れたけど、そう、あの初心者は泣くと上がれんけん泣くなって言われて、とりあえず泣かずに綺麗な形を作れて、そしたらね上がれるかもしれんけんって言われて、それやればね結構上がれるようになった。あんまりあの役とか知らんけど、なんかそれこそ順番3つずつ揃えたり同じの3つずつ揃えたり、なんか何かしらやればリーチだけでもいいけん、あの泣いてなければ役は割とつくっていうことを知りまして、そっから徐々になんか自分の上がったやつとか人が上がった牌を見て、これはこういう風につくんねっていうの覚えてた。そう、8000点満貫8000手の声、そのヤバトンやゆみさんが書いてくれました。ね、これ多分うちヤバトン第一人者ぐらいな気がする。あゆみさんチェキ読んだらね、撮る直前にね書いていきんしゃった。でもちょっと洗ったらめちゃめちゃ薄れちゃった。ヤバトン、でもあゆみさんはヤバトン食べてないらしいのに焼肉食べたって言ってた。へえ、23ライブしたらもう遠征、ごめん遠征行っちゃうなあ。みんな消えないって言って、そう油性油性なんよ、全然油性。え、でも意外となんか早くない？うちねもうちょっと待ったって、うちお風呂入ってないよ。帰ってきて手洗ったり、トイレ行って手洗ったりしただけよ。普通に割と普通に何ガチャ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 とかしてないけど、意外と取れてる。これ多分お風呂入ったら取れるよ。ヤバトンって、そうなんかヤバトンじゃなかったみたい。ヤバトン食べてみたいとみんな言いよるけん、すっごいボリュームをさみんな朝から食べとってすぐじゃん。25、26、お暇な方、時間ある方、一本ずつライブがあるので、その一本ずつぜひ会いに来てくれると嬉しいです。お昼からカルビを食べる、かわいい。ヤバトン、じゃあこんばんだ、やっほー。お強いポジは25、26のどっちかにあるかもしれないね。ちょっとまだここのフォーメーション出とらんちけどね。26、18時25分から。カイト君時間どうだい、どうだい、時間合いそう来てほしいです。隣組おそらく9人での出演になると思います。ちょっとまだ分かんないけど、もしかしたら8人かもしれんけど、8人から減ることはないと思われます。です、26まで18。あー泣いた泣いた、それは泣いた、それは泣いた。8時25分からだった、泣いたね。夕方丸かぶりじゃん、泣いた、それは悲しい。25は1日暇じゃないか。25の、え、25の多分時間出てないよね。なんか探したけど出てこんかったけど、都内、それはそう、それはもう遠征を楽しんでって感じよ。都内にいる方、エムさんとの遠征楽しんでね。寒
寂しい、会えんの。しかも26、そう26、渋谷スペースオットです。バイト先は渋谷区で、レナさんとも楽しん、レナさんとも楽しんできて。ちょっとさ、最近さ、最近ってかさ、先週今週かな、マジでさ、めちゃめちゃ遠征が多いけんさ、なんかめちゃめちゃ寂しいっていうことを私は思っている。全然会えなくて思って、でもお互いそれぞれで頑張っとるけん、それぞれの写真だったり動画だったりを見て頑張ろうってなる。自分ももっともっと。25新宿おるん、マジで。一日中なんかあると、新宿じゃこっちは、新宿はね、多分まだ時間がね出とらんのよね。もしちょっと、もし出とるのを見つけた人ちょっと教えてほしい。うちが見た感じね、見つけれんかった。出てないのかなって感じはしたけど、25夜で、もしかしたら昼とかやったら会えるってこと。うわ、何時だろう、何時だろう、ちょっと時間めっちゃ大事じゃん。もし昼とかやったらぜひ会いに来てほしいよ。とても25、ちょっと多分ね時間が出てない気がする。一応このあとちゃんとがっつり告知をまとめる予定やけど、やっさんこんばんざい、みざめさんをまたまた来てくれてありがとう、来てくれてありがとうね。フォローもしてくれとったよね、確かツイッターも。ありがとう、来てくれて、やっほー。25、26はマジで人数が少ないけんが絶対にいっぱい出るし、いっぱい歌うと思うよ。なのでぜひ会いに来てね。で明日の、あさって、明日だけ、うん、あさってだけ、明日23日も2本ライブがあります。祝日です。こっちもぜひ会いに来てほしいです。ちょっとポジションが多分きついはずやけど、ちょっとねまだね見切れてないけど、この後ちょっと告知をがっつりまとめようかなって思っとって、あとはちょっとなんか告知の時の画像もちょっと一緒に作りたくて、なんかいろいろ作業としてがっつりする。そう、ライブ拠点はね東京なのよ。水雨さんはどこの人とかいな、基本的に東京です。福岡県出身です。東京在住なん。じゃあもしかして来れちゃう。もしかして会えちゃう距離におる、うちら。よかったらぜひ会いに来てくれると嬉しいよ、いつか。だいぶ割といっぱいやっとけん、拠点は東京です。
あくびめっちゃ出るマンしおる。25日オタク尽くしの日に、おそうなのね。25ぜひまたジャパンにもオタクしに来てね。ちょっと時間が出次第すぐお知らせしたい気持ちだけど、もう22よね。でもじゃあこの後本当にもうしっかりがっつり告知をまとめたいなって思ってて、告知どうやってまとめようかマジで迷ってる。ちょっとでもなんかこう告知用画像をパソコン使って作るかちょっと迷っとって、今画像1枚入れたいなって思いつつ、それを作って告知をまとめたいですって気持ちです。なんか告知まとめるなんか効率のいい方法とかがマジ分からんくて、なんか毎回めちゃめちゃ時間かかっちゃう。23日横浜あるよ、お昼というか半分朝。私12年これ以上現場増やしたら、あれ矛盾してる、それ矛盾してるわ。ちょっとバンザイジャパンもう一回来てみん一回来てみん、みざめさんぜひぜひ。台湾とかで見たことあったりする、バンザイジャパンのことどうなんだろう。いろんな現場行っとるってことは、じゃあ告知そうみんな苦戦するマジで。なんかさあマジ自分でもね頭が追いつかんし、むずいマジで。つどつどがいいんかなっても思いつつも、でも散らかりもするんよなって思いつつ、マジむずいってなる、マジむずい。え、でも携帯で告知まとめるのは完結させた方がいいよな。なんかさマジむずい。時間とかのそうなんや。でもうちらでもむずいってことはみんなもっとむずいけんさ、それをどうにかしてさみんなが分かりやすいようにしたいけれども、むずいマジで。今30組くらい一定期間させるめっちゃ多いじゃん。ちょっと一回バンザイジャパン聞いてみんやっぱいっぱいライブがあるけん多分来やすいよ。以降ついてそう告知どんどんこう重ねていったりするか。でもうちは一応なんかねマジ時々ドンって出した時は以降のツイートのリプ欄にツイートのリンクを貼りようけど、むずい。なんかさでもそうすると順番とかさ日付が出してないやつあると一回それを消してやったりしないかんのかなってのもなるし、整理せなんかさやっぱ告知ってライブごとにさ出る時間がバラバラやけんがさ、めっちゃ前から出るやつもあれば結構ギリギリになって出るやつもあるけんさ、それをどう綺麗に整理するかってめっちゃむずいよねマジで。ひたすら出た時間をメモったり時間見ていく、そうよね、出たその都度があれかもね。カレンダーにうちメモ帳に記入しちゃっとるんよね。はあ、そろそろな気したけどメイさんの配信が始まった通知来た、メイさん今日配信してないよなって思いつつやっとだけど通知が来た女性そろそろ終わるつもりではあったけど、え、そうエクセルはマジで考えたけどちょっとエクセル多分もう今有料になっちゃったわ、うち使えないわ。何が起きたの何が起きたの、最近通知取り始めたんよね。
待ってください、 200% 見たことあるけど何組何組目だろう。何組目だ。一回今度さライブ見に来てみん、そしたらちゃんとバンザイジャパンをマジでぜひ。この後ね、多分うちはちょっとツイートの、あ、マリアさんの配信も始まった。マリアさんの時間だ。マリアさんの時間だって。めちゃるめくとゆきちゃんって呼んでくれる。わあ、そりゃニヤニヤするわ。メイさんね、あおちゃんって呼んでくれるの、うちはニヤニヤしてる。メイさんすごいよね、すごいんよねっていうか、最近時々今日目があったらってしてくれたガチな顔した今ガチな顔しちゃったよ。昨日かく一昨日も GPP、 あれよね、浅草橋よね、おったじゃんそれ。昨日は16時25分とかの出演やった気がする。昨日かっこ一昨日月曜よね、20日よね多分それ。おったその時間帯。ちなみに浅草橋はめちゃめちゃ出たかも、うちいつの時間おったかにもよるけど全然関係ない話だけど俺マリア、じゃあうちとも誕生日近いじゃん。え、マリアさんいつだっけ。ちょっとメンバーの誕生日マジ全然覚えてなすぎてマジごめんなさいなんやけど、やばい。ガールズポップパラダイスの略だっけこれ、それやだっけ。 GPP ってね、告知の画像にめちゃめちゃ書いてあるの覚えとるけど、あや2月、そう2月3日、すごい覚えてくれてくれとる、ありがとう、めちゃめちゃ嬉しい。誕生日覚えるの大変さは分かっとるけん、それマジで嬉しいんやけど、ありがとう。2月3日だよ。好きな数字は2と3です。1番は2、なぜなら2002年生まれやけんね、2いっぱいある2回目休憩の一発目ならあそこかかな、見たよ、マジ見とってくれたん。昨日新しい衣装やったよね、衣装がカラフルで、実はウィキペディア調べてくれとる時点で、はい、JPP なら後日テレビで、あれか、みんな3文字のローマ字で訳すとちょっと覚えられないからダメだよ分かった、見てくれたん、ありがとうだ。おったんかそこに、じゃあどこにおったんか気になるけれども、また今度会いたいな気持ちだね。とてもとてもすごい、昨日的な一昨日はずっとおったん GPP、 そんな気がする。ガールズポップパラダイス、え、 GPP が、あ、でもそう、え、昨日ツイキャス配信もあったもんね。ちょっとよいしょかな。リマさんの放送も始まったみたいだよ、みんなギリギリじゃん、え、ギリギリすぎえ、待って、でもちょっとリマさんの配
信行きたいって思いつつ、でもあとちょっとしたら終わる。3時ぐらいになったら終わろうかなって思います。お腹空いたし、この後告知まとめるし、よかったらみんな本当に会いに来てほしいです。メイさんはでも寝落ちしてないと思うよ、多分やけど。違うんかな。でもさっきね、メイさん LINE におった、グループ LINE に。言ってさっきじゃないか、うちが配信始める前、20分前ぐらいかな。そっから寝とったんかな。ちょっとマリアさんはいつも通り、リマさんはどうなんだろう。キマさんマジでまれに朝やっとるイメージがマジ強い。配信時間分かった、アーカイブ、時間ある時見て、ぜひ見て見て、良いなって思ったらぜひ会いに来てくれると嬉しいよ。うちね、水色の衣装着とるよっていうのを言っとくね昨日はね、水色2人おったけど、この顔です。多分昨日もポニテしとったかな。この髪色、この顔の子ですよかったら見てみてね、アーカイブ時間ある時。ありがとう、そうやって言ってくれて嬉しいよメンバーの配信スケジュール、なんかね、配信結構意外と知っとるかも。でも知らん、あんまイメージがねないのはない、人はないけど。水色のポップ衣装、水色、あ、でも青がいいかも。どっちにしろ水色よりも私は青が、青のペンライト振ってくれると嬉しいよ。青のペンライトを持っとったら分かりやすい、めちゃめちゃ。水色と青ってね、ちょっと分かりにくいけど意外と分かるどっちやねんって感じやけど。そろそろ3時かなな気持ちなので、そればっちは終わろうかなと思います。青ね、ずっと、わ、嬉しい、ありがとうまた会おうね、ぜひ。ちょっとここの時間が分かり次第告知します。ちょっとこの後がっつり告知をまとめるので、ちょっと通知もし撮る人はちょっとうるさいかもやけれども、よかったら告知情報もハッシュタグにゃにゃ告知で調べてくれれば出てくるので、ぜひ見てみてください。そして本当にとてもとても会いに来てほしいです、ぜひ。かな、ライブ予定、直近のライブ予定は23日、横浜で11時20分から、品川で15時半から会います。そして25日新宿でもあります。ちょっとここの時間がまだ分かんないんですけど、あります。で、26日は渋谷スペースオットにて18時25分からあります。で、25、26は半分バンザイジャパン、半分遠征特権、都内では9人だと思われます、ライブの人数が。なのでいっぱい出ます、ぜひ見に来てくれると嬉しいですっていう感じです。というわけで、来てくれた243人の方々ありがとうございました。以上、バンザイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵でした。またね、毎日配信してるのでぜひ明日も会いましょうまたね、すみちゃん、初めまして間違えたやっほー。ペンライト持つことないが、葵の見せ場と星くんから奪います。奪っちゃうんか。すみちゃん。あわちゃんの言う、にゃにゃ告知、にゃにゃ告知で調べてね、ぜひ。シュポシュポ、おやすみ。お疲れ様、楽しかった。ありがとう。というわけで、また明日会いましょう。またね。おやすみ。おやすみ。